です。大阪は大阪体育大学4年、大阪体育大学のキャプテンであります新田千谷、内股有効です。新田千谷、まあ、教育実習中でちょっと練習が足りないんじゃないかと監督が言っていたんですけれども、この大会始まってみると何のそのすでに3つの勝ち星を挙げています。そうですよね、調子はいいと見ていいんでしょうか。そうですね、ちょっとあの自信がですね、情けな攻めも見えたこともあったんですけど、はい、ちょっと今度は、はい、富山の松本が今締めにかかろうとしましたが、はい、待てがかかりました。試合開始早々もう一度ご覧いただきましょう、はい、回しながらうまく入りましたね。でこの引き手をやはり最後まで引いて相手をコントロールしたところが良かったと思います。はい、大阪の新田千谷有効一つリード、まあ、富山とすればですね、やはりずっと取ってきた磯崎選手が取られて背負い投げダメです。今までとは違う展開になったわけですね、はい、ここでやはり浮き足立っちゃいけないですね、はい、ここでやはり松本選手がしっかり取り返す、はい、あるいはこの試合をですねやっぱり抑えていかないと試合がやはり試合の流れがですねぐっと大阪に行ってしまいますよ。そうですね、富山は全日本強化 B 指定選手の松本敦子、塩谷建設、龍谷大学の出身です。その松本体落としに行きました。ここに来て2人とも足技になっています。まあ、松本とすればここは松本選手が取らなければチームが負けるというぐらいな思いで戦わないとダメですね、はい、まあ、大阪は先ほどからも言いますが後ろが強いですからね、はい、待てがかかりました。篠田さん、森下さんどうぞ。新田千谷選手なんですが、はい、松本選手とは同じ関西圏の大学で一緒に合同練習したこともあるそうなんですね。大阪体育大学と龍谷大学ですね。はい、そうなんです。松本選手は寝技足技も上手で憧れの存在だったと、今日は胸を借りるつもりで頑張りたいと話していました。おお、小外に行く新田千谷、しかし松本こらえた、足を入れた、足を入れる、内股に行く松本、待てがかかりました。試合時間残り2分9秒。松本敦子選手はこの予選リーグを通じて1勝4分け、今日の決勝トーナメント引き分けのみです、はい、今日はそんなに調子が良くないという感じですね、はい、膝を今年の初めにですね怪我しまして、はい、まあ、その怪我もあって練習が十分にやはり詰めてないのかなという印象を受けますね、はい、残り2分切りました。新田千谷が有効1つ、内股で有効を取ってリードしています。先鋒戦は大阪吉田が取りました。大阪1対0リード、足をかけに行く松本、大外狩りのような体勢になりましたがポイントにはなりません。ここから寝技に持ち込もうとする松本。そうですね、松本としての今の気持ちはどうなんでしょう。そうですね、やはり自分が取らなければという気持ちは強いと思いますね、はい、ここでやはり何を自分がすべきかっていうことをですね、頭を一回整理して向かっていかないと、ただいたずらに時間を使ってしまいますよね、はい、新田千谷綾子、得意技は背負い投げ、こちら松本敦子、得意技は大外刈りです。帯がほどけました。まあ、2人ともこの階級にしては非常に手足の長いですね、スラッとした選手ですよね、富山の伊藤博史監督が映りました。まあ、塩谷建設、この松本選手も所属してるんですが、先週実業団の団体戦があって3人制の第2部で2年ぶり2回目の優勝を飾って、はい、これで選手がだいぶ乗ってるんだという話をしました。そうですね、試合時間残り1分15秒、新田千谷が有効1つリード、両者とも内股に行こうとします。なかなか新田千谷選手元気ですね、はい、ポイントにはなりません。両者とも激しい足の動き、これもポイントにはなりません。しかし腹ばいでしたね、はい、両者ともどうでしょう、内股または大内刈りに行こうとしている。そうですね、はい、松本選手得意技は大外刈りなんですけど、はい、やはり喧嘩打ちですからね、内股体落としの方が効くと思いますね、はい、新田千谷は組み手左、松本は右、いわゆる喧嘩打ちの体勢。試合時間残り45秒、白帯の新田千谷綾子、有効一つ内股を取ってリードしています。これで大阪がポイントを取るとぐっと有利になります。そうですね、新田千谷選手とすればここでこの有効で、ね、背負い投げダメ、逃げ切れば大殊勲ですよ、はい、返した松本が今度上になりました。残り26秒、
さあちょっと松本苦しくなりました。そうですね、もうすぐ持ちに行かないといけないです。はい、ポイントにはなりませんね。小内刈り、小内刈りですが、今主審が一瞬有効という手を出しかけたんですが、すぐ引っ込めました。残り16秒。さあ最後に技を一つかけられるか松本。内股に行くはダメ、新立ちは透かした。残り10秒ありません。逆に潰れてしまいましたね、はい、このまま新立ちは逃げ切るか。残り3秒。地方戦大阪新立ち綾子、大阪体育大学のキャプテン、内股で有効を取って逃げ切り優勢勝ち、嬉しそうですね。笑顔が出ましたね。まあ教育実習中練習が足りないんでどうかなと心配させていたんですが。